はい、こちらに報告書の中で私が、じゃあ報告書の中に私の傍聴席からの不規則発言の報告がありますが、私は田谷議員とのトラブルは弁護士にお願いして解決していると思います。なのに田辺元自治会長を介して議場で 不規則発言をさせたのはなぜですか。議長、田谷議員、はい、私が田辺元会長に、不規則発言をさせたということは一切ございません。私の中では桂議員とのトラブルはもう解決をしているという認識を持っておりましたので、そのようなことは一切。はい、桂議員、ちょっと質問ギュッと飛ばしますけれども、2020年3月特定のお店にて私が謝罪する前に、私は田谷議員に弁護士を通じて解決したと言いました。田谷議員は直接謝罪がない、桂議員の言葉には悪意がある、謝罪の担保は何なんだ、言いましたよね、言いましたよね。はい、田谷議員、はい、もし私がそのようなことを私の心の中ではもう解決しているという思いながらそのような発言をしたことは大変申し訳なかったと思います。委員長、桂委員、あの時ね、あんなによう来る前でね、佐藤議員とか岩脇議員はあれは土下座じゃないとな言うてましたけども、正座をして頭を下げて謝罪してね、しましたよ。この屈辱心で今思ってない、どういうことなんですか。ちょっとそんなんでいいんですか。優しく、はい、すいません、尋ねてください。はい、すいません、怒ってしまいました、すいません。ほんでもう一つ聞きます。田谷議員とトラブルがあったら議場からヤジがあったりとかいろんなことがあると私は思ってるんですよ。さっきないって言うてましたけどもね、そんなことは本当にないんですね。ないんですね。ほな、岡議長が田谷議員とトラブルしてました。小林高虎議員もトラブルしてました。小林高虎議員もヤジをされてました。岡議員も議長の卸しに、議長卸しになっておりました。皆偶然かも分かりませんけれども田谷議員とトラブルがあるからじゃないですか。はい、田谷議員、特に私から小林高虎議員とトラブルがあったという認識はないです。ありませんやな。はいはい、今のことはな。はい、田谷議員、はい、僕は一部でもトラブルがなかった。田谷議員、トラブルということではなかったと思っております。はい、桂委員、報告書の中にですね、98ページに、市議会議員に関しても桂散髪議員が田谷議員とのトラブルが原因として本会議中に議場での傍聴席のやじが始まりという、こういう文章があるんですけれども、この報告書は間違いということになるわけですよ。委員長、田谷議員、私の中では桂議員と私とのトラブルはもう解決がされているという認識ですので、これがトラブルがこの私の中で短所になったということを、私とのトラブルが短所になったということではないと認識をしております。